しょう、やっていきましょう。今回はでございます、チェンソーマンのエンディング5、ミスター5ということで、ヘインズバックルームやっていきましょうということで、前回のねフルで PV を見ていくっていうのがちょっとね衝撃的すぎてね、もうだいぶ今回も不安を覚えてますよね。アニメーションの方ではパワちゃん可愛いなとか思ってたら、どないなっとんねんみたいなね感じで、錠剤ねもうやってくれたなっていうね、ちょっと面白かったですけどもね。今回のインザバックルームがどんな感じになっていくのか、頼むからもう18禁やめてくれよって感じでございますけどもね、まあ、そんなこんなでぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。さあやっていきましょう、インザバックルームレッツゴー。 Oh yeah cool。 うんうんうん、かっこいいな、やっぱサウンドがたまらん。クラクラしたいい、確かアドさんの曲を作ってる方が作ってるんだよね。いいに決まってる。ダーン、いい、めっちゃ濃いやんこれ。 PV もここここはここが一番好き。おお、これメロが歌詞違うね。あ同じか。うんうん、ジバックソクバック、そうだね、こんな感じでしたね。はいはい、こっからこっから知らん、プライドの理由、いいね、いないようで、めっちゃかっこいい、ちょっと食ってんだよねメロ、いないようでめっちゃいい、うわ楽勝、こういうの大好き、サンザン、おめっちゃかっこいい、てかゲーム感、うおおいいいい、今の大好き、あークールだな、やばテトリス、テトリスと内臓合わせてる、うまいうまい、初めてこんなの見たわ、いやすごいわ、いやめっちゃびっくりした、めっちゃびっくりした、いやセンスの塊だな、うん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 、若干ここで落としに行く、サビに戻り始めたよこれ、うんうんうん、 Oh yeah Oh yeah、 仮面取れてるやん、やばやばいい、やんたん、いい、おお今のたまらん、おてえ、おおあーっていうね、この呪音的な、いやー来たね、曲名回収すごい、インズバックルームめちゃくちゃかっこいい、すごいね、半端ないね、いやちょっと俺びっくりしたわ、いやなんだろうね、チェーンソーマンのさ曲をやってる皆々様なんかぶっ壊れっすね、いやセンスの塊っすね、本当にめちゃくちゃかっこいい、見てよこれ、うるせえって、うっせえわって書いててもおかしくないもんねこれ、うっせえわ、だからちょいちょいだからね、アドさんがこう見える
隠れするというかね、まあそりゃそうだよねっていう。だから俺コメント欄で結構みんなにいろんなことを教えてもらうわけですよ。だから今回も初めて曲を聴かせていただきまして、でうわかっこいい方やなみたいな、めっちゃアド感あるけどどうするとか思ってさ、まあ、っていうことをまんま言ったんだけど、リアクションでコメント欄で、そりゃおめえアドさんの曲書いてる人だからね、まあ似るとこあるよねみたいな。似るというかこれ似せてんだよね、俺の感覚ね。多分あえてそういう風に遊んでんだよ、似せるっていう、遊びに行ってんだよ、似せに行ってるっていうね。作成してる側のできることというか、めちゃくちゃそこら辺の遊びにしても大人な感じがするんだよね。 PV1 個にしてもそうだね。だから本当に今回のチェーンソーマンのフルのねアーティストの PV も見てるわけでございますけども、アニメの映像もいいし、エンディングの PV も本当にみんなこだわってってんなーっていう風に思いますけどもね。まあ一個一個ちょっと止めながら見ていきたいなっていう風に思いますけど、まあまあここら辺がすげーよな、本当に。もうここら辺がたまらん、ぐる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 で歌詞もちゃんと出てんだよ。これで殴り込んでやる、このルーがレーに聞こえるんだよね。ルーがなんか高い方に行ってるからさ、ルーって母音っていうの、それが低い音なんだよね。だけどもそれを明るい方向に行ってるからこそのレーに聞こえるんだよね。うん、あとはリップしてんのドルルってね、それによってルーじゃなくてレーに聞こえるんだよね。殴り込んでやれ、レーレーレールーレーそんな感じ、そんな感じけるよね、はい。殴り込んでやれレルなのかレなのかどっちでしょみたいなね、歌詞なかったらわからんって。もう大体がみんなレって言うと思うんだよね、本当に。腕多いなこいつ、腕多いね、今気づいたわ、よう見たら腕多いな。しがらきくんですかね、これしがらきくんですかね。もうクッてこうくっつけたらええやんけ、このバッてやってさ、わかる、足そうか俺の手しがらきくんかとかわけのわからんツッコミやな、はい。いやからだからこの曲ね、結構ねシャウトではないけど歪ませに行くような歌い方多いよね。アドさんもそうだよね、アドさんもそういった歌い方は結構ねされるんで、そういった連想も出る。ほらいい、知らんねー、今のむずいと思うよ。ねーねの部分で若干が鳴らせながらのビブらせながらのみたいなさ、これ結構むずいよ、めちゃくちゃ力むような力まないような。これ知らねーねー、わかる、これ結構ね腹筋使うよ。知らねーがーがー、これ後がね本当にうまくやらないと声フラットすんだよな。知らねえが今のが正解。さっきも若干フラッとしたんだけど、調子こくとマジで一瞬でフォッて上がっちゃうんですよ声が。これはむずいですよ、これカラオケで歌えたらめちゃくちゃかっこいいですよこれ。押してやるんだ、せだけもおって、俺ここめっちゃ好き、この自爆と即爆、自爆と即爆、このねラップ感めちゃくちゃかっこいいよな。頭の中になぜかピンクの球体が浮かんでるんですよ。自爆くんっていたんですよね、昔のアニメでさ、世代出ちゃってんだけど、自爆くんっていうやつをねこうやってイエイってこうやってドーンみたいなね、言葉の通り自爆していくんですけども、即爆はしないですね。でこっからだよ、異様なプライドめっちゃ好き、いいな。おこの落としがすごい好きなんだよね、なんかもうどこでこう戻っていくのかっていうワクワクが、うん、ほら音楽は鳴っていたって言ってるんだけど、音楽イコールチェーンソーの音なんだよね、裏でブーンブーンってこうさ鳴ってんだよ、ほら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 、もうこの入りがすごい、この入りがマジすごいわ。だけどと合わせて音もね、裏の効果音とかも合ってんだよ、だけどのこの音程に合ってんだよ、効果音がうまい。ほらほらこれ、えこれ本当に内臓、これ俺は勝手に内臓に見えてるだけ、これ内臓だよなこれ、大概大概内臓みたいな感じだよねこれ。まあこんなぐちゃぐちゃな内臓のやつおるかって感じだけどね、うん、左は何が書いてるのかようわからんけどね、うん、なんかのクリーチャーですかみたいなさ、ぐるぐるぐるっていいね、舐めてたやつに恥かかせた方がいいんだよ、うん、
ほら、ここでまた落としていくんだよ。ピッポッパ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 ッ、このね、こんな効果音がたまんない。ほら、バーン、残るんだよ、こういうのが。パッ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 、いいね、最高、オーイエー。ごめん、ちょっとすげえ変なこと気になったわ。あー、こういうね、俺ね、ちょっととこれはね、クレームにもなるんですけど、このお手洗いね、お手洗いの右のあの蛇口のところですね、こう四角いじゃないですか。あの日本って円になってるんですよ、水流すところ。俺今ブラジルナウ、ブラジルナウこのタイプなんですよ。全部じゃないよ、全部じゃないけど打っちゃそうなんですよ。クソマジで何のひねりもなく、何のひねりもなく、クソ、はい、本当にね、こうなってんのよ。こうなってるから水を流してみ、こっちの周りに若干残んのよ。うざいの、なんのって、もう流れないの、全部全部流れきらないの。だから速攻で若干かびるんだよね。で掃除すると速攻までかびるんだよね。本当にね、日本独特ではないと思うよ。なんかあるとこあると思うけど、球体じゃない、こういう風にすべきなんだよ。もう流れるじゃん、流れるじゃん、掃除も楽じゃん。こっち角とかにめちゃくちゃなんかもうね残るから、キモいの、なんのって。見た目はこれおしゃれだけど、本当にね使い勝手はもう何のひねりもなく、クソお前は PV に何のツッコミをしてるんだっていうね。じゃあもっと言うとさ、これ左さ、これあの男子トイレだよね、俺の感覚が合ってればさ。男子トイレでさ、そこに立って出すんでしょ、これ邪魔じゃない、このポールみたいな白いやつ。俺の認識合ってる、これなんでさ白いポール置いてんの、これ。それとも上がこの右のさ手洗いみたいなところにこうなってて、ここめがけてさシャーってやるべきなの、この白いところの上めがけてシャーってやるべきなの、これ。どういった感覚でこれを作られているのかっていうさ。で若干これ血塗られてるやん、これ。なんでこれ血塗られてんの、何があったの一体。もしかしてあの球体じゃないのかみたいなさ、エンタイプじゃねえのか、ふざけんなーって言って、なんかあの発狂した結果なんか血垂らしてこう行っちゃったっていうことなのかな。であのトイレしようと思ったらね、こうやってあの放水するタイプだったっていうので、ふざけんなーってさ、眠れぬ夜や消えぬ後悔があってね、ここのトイレに入ったことが一番悔やまれるっていうことですよ、本当に。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ここら辺かっこいいよな。なんかがなってんだけど、わ、顔ががなってんだけど、なんかライトなんだよね。ライトながなりってまた新しいよな。でこの表情も怖いね、サイコパってんね、本当に。これもね、なんかできる人できない人もあるだろうね。はってかさ、ストロベリーシャウトみたいなさ、変にがなろうとするとね、喉やられるんですよ。これ前も言ったんですけどね、変に喉やられないようにやるにはもう楽に、はぁーってこう、はぁーはぁーみたいなのやると、うん、いいよ。俺毎回言うけど、黒ひげのモノマネするといいですよ。黒ひげのモノマネをするとがなるのめっちゃ楽っすね、本当に。ずーはぁー、まあ、人によるけどね、人の生態にもよるけども、黒ひげのモノマネするとこれめっちゃ楽にね、ずーはぁーってこうやれるんですよ。なんかめっちゃ辛そうに思えるんですけども、そうでもないっていうね。黒ポーズって音程を変えに行くと若干やりづれみたいな感じですかね。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわー、うっせぇわー。はい、らーだー、投げに行くのいいね、外に出る、いいね、ギャー、ほらやるんだ、投げに行ってんだよ。でいいね、上がるの、下がらずに。ええー、な、ああ。うん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 、めちゃくちゃいい。オーイエーイ、インズバックルーム最高、めちゃくちゃいいですね。ということでね、最後の呪音っぽいところね、これ呪音くん意識してればあーおーみたいなね、できるんで。としおくんでしたっけ、としおくん。さあ今回はこの辺で終了をしていきたいなと思います。
さあめちゃくちゃ良かった、インザバックルームめちゃくちゃかっこいい。なんか PV が前回ね、やっぱ錠剤がめちゃくちゃ不安だったんで18禁ね、怖かったんですけども、こちらめちゃくちゃいい感じではないでしょうか。ということでね、最後になります、ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは続いてチェンソーマン第6話のエンディングやっていきたいなと思いますんで、ぜひともそちらもチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!